今日は関羽の黒曜槍をぶっ放します。また日和だからって 20% オフに釣られてホイホイやってきたのね。今日は勢いだけで行きますので生贄とかなしです。流れも見ないでホイホイ勝負に挑んじゃうのね。現在仮でも主力でありリーグでもスタメン入りを果たそうとしている関羽なので槍銃は必須なのです。むしろ今までとは槍で頑張っていたことが奇跡。さて、928アトラスも必要です。スサノオサバ個人商店で一つ120メガで売られていた高級アトラスいいだぞ。おっと、あっさり成功してしまいました。一応4回は挑戦できる分用意したんだけどな。せっかくなのであれ言っちゃいましょう。タニアの黒曜武器、こういうのは勢いが大事っていうしね。関羽で3連敗したと思えば安いもの。ですが忘れてはいけません、ワンチャレ120ギガ近くのお金がかかっているのです。実際の市場末端価格はもっと高いから、それでもだいぶ安く仕入れたね。4000近くのアトラス E なんてそうそうお目にかかれませんからね。はい、まず一つ解けました。次こそは。こうやって人は沼にはまっていくんですね。わかります。また失敗です。だが、もうここまで来たら後には引けないだろ。引かぬこびぬ帰り見ぬなのです。はい、お疲れした。相当な金額損失してるはずなのに、黒曜プラス10槍ができたというだけでなぜか爽快な気分です。普通に黒曜プラス9槍もう1本作った方が安上がりだったような。ですが、手間とかないですし、あとはスリルを味わえるのでアトラス E の方がいいのです。完全に闇付きになってハマっている人の心境だな。金なんてなくなったらまた稼げばいいのです。確かに使うために存在しているわけだからな。溜め込んでも強くはなれないのです。